はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は私の2017年ベストコスメをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで紹介していきます。今回選んだやつは2017年に買ったものではないんですけども、この2017年で結構使ったなとかすごい良かったなと思うものを紹介していきます。まず一つ目がキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー MB です。はい、これはもう本当に良くって、結構マットな肌になるんですけど、なんかすごくね、プチプラだと思えないほどのカバー力があったりとか、仕上がりもすごいサラサラするのでとてもいいなと思いました。あとここに鏡もついていたりとか、バフもついているのですごくメイク直しもしやすくてとてもいいなと思いました。で、何よりも本当に安いので、これだけ安くてこれだけいい商品があるなんて、もうちょっと早く知りたかったなと思ったんですけど、ちょっと今回2017年ベストコスメに入れました。で、2つ目がザセムのチップコンシーラーです。これもとてもプチプラなんですけど、めちゃくちゃ優秀でクマとかも隠してくれるし、すごくカバー力が高いなと思います。韓国のコスメなんですけど、私は Q10 というサイトで、なんか日本セットで1000円ぐらいだったかな、確かそのぐらいでゲットしました。すごくね、フィットもしてくれるし崩れにくいのでとてもおすすめです。3つ目がキャンメイクパーフェクトマルチアイズ02番です。はい、これはですね、YouTube のその学校メイク、すっぴんに近いようなバレにくいメイクをした時に買ったんですけど、この左上の明るい色以外全部マットになっていて、で、私はこれをアイシャドウとしてももちろん使えるんですけど、眉毛とかノーズシャドウにも使っています。本当にこのアイシャドウ一つでノーズシャドウも眉毛もできるし、アイシャドウもできるっていうことで、すごく使い勝手がいいなって思いました。で、しかもこれもキャンメイクなのでとてもプチプラです。プチプラだからちょっとなんか発色とか薄いのかなとは思ったんですけど、結構ね全部発色してくれてとても使いやすくて、これ気に入っています。このアイシャドウの色味の数の多さもとても気に入っています。今回ちょっとこの使い勝手がいいっていうのとコスパがいいっていうので選びました。4つ目、リンメルロイヤルヴィンテージアイズ009番です。はい、これもね本当に可愛い色味で、私は特にこの右下のこの色をいつも使っているんですけど、これはとても秋冬にすごく使いました。まあ、色味もねもちろん可愛いんですけど、発色もいいし、リンメルのアイシャドウって結構ラメがすごく綺麗だなと思いました。どの色も本当に使いやすくなってるし、この一つ持っておくだけで綺麗なグラデーションができるので、そこもとても気に入りました。5つ目、ヒロインメイクスムースリキッドアイライナーです。はい、この商品はですね、最近はちょっと使う回数が減ってきたかなと思うんですけど、今年の前半ぐらいにめちゃくちゃ使っていて、もう本当にこのアイライナー落ちないんですよ。しかもにじまなくって、結構私汗っかきで、すごい夏場とかめちゃくちゃ汗かいちゃうんですけど、それでもね全然落ちなかったです。それはね、こんな感じで、まあ、そんなに激細ってわけじゃないんですけど、すごくコシがあって柔らかすぎないのでめちゃくちゃ描きやすいです。本当にね、このアイライナー2本目とかなんでリピしてるんですけど、まあ、そんなにないんですけど、今まで使ってきたアイライナーの中では一番お気に入りです。6つ目、ケイトラッシュマキシマイザーです。はい、もうこれは私のライブ配信とか YouTube でもそうなんですけど、見てくれてる方はわかると思うんですけど、このマスカラ下地は本当にお気に入りです。もうね、これがなきゃメイクできないっていうぐらいお気に入りなんですけど、私結構ねまつげがすぐ下がってきてしまうタイプなんですね。で、すごく悩んでたんですけど、このマスカラ下地がいろんな YouTuber さんの動画で出てきていたので、ちょっと気になって買ってみたらめちゃくちゃよくって、これを塗った後は本当にまつげも落ちずに、まつげを伸ばしてくれるっていう面でもすごく優れているなと思うので、こちらをお気に入りに入れました。ぜひまつげで悩んでる方いたら、このケイトのマスカラ下地買ってみてください。本当におすすめです。7つ目、マックミネラライズブラシウォームソウルです。はい、これはですね、今年の夏に多分購入したんですけど、すごくね使いやすい色味なんですよ。私チークってそんなに今まで凝っていなかったんですけど、このマックのチークを買ってからは結構このチークをずっと愛用していました。もう本当にね、今もねつけてるんですけど、そんなに濃くはないんですね。私あんまりチークって濃すぎるのも好きじゃなくって、結構なんかナチュラルな、ちょっと肌に馴染むような色味が好きなんですけど、このマックのウォームソールって色はすっごい綺麗な色味なんですよ。肌にもすごく馴染んでくれるし、あとね、
細かくラメが入っているのですごくね、ツヤっぽく見せてくれます。マットなチークもすごくいいなと思うんですけど、やっぱりここら辺にハイライト的なちょっとラメが入ってたようなやつを入れてあげるとすごい顔がね、パッと明るく見えるし、骨格も綺麗に見えるので、とてもこのチークは気に入っています。まあちょっとマックっていうことでお高いんですけど、でもそれぐらいの価値があるチークだなと思います。ちょっとこれもね、多分なくなったらまたリピ買いするかなっていう感じで、どんなアイシャドウにも合わせやすいので、そこもすごく気に入っています。8個目、エブロンウルトラエッジリマットリップカラー18番のキスイズというルミです。はい、このリップはですね、今年の春ぐらいにとても大活躍したリップになっています。色味が何とも言えない綺麗な色味をしていて、ちょっとねローズっぽい感じなんですけど、くすんだピンクみたいな感じになってします。このリップをつけると結構大人っぽくなれるし、すごくね春にはぴったりな色味かなと思いました。私このリップのシリーズがとても好きで、9個かそのぐらい持っているんですけど、ブラシがこんな感じになっていて、めちゃくちゃ塗りやすいんですよ。なんかたまに塗りにくいですっていうコメントもいただくんですけど、私はとても塗りやすくて結構気に入っています。あとね、あまり落ちないっていうのもそうだし、仕上がりがセミマットになるのですごくすごくおすすめです。で、9個目がビューティーコテージエレガントインプレッショニストセミマットリップナンバー9です。はい、このリップもですね、 YouTube でご紹介したんですけど、私が今まで使ってきたリップの中で一番って言ってもいいほどとても気に入っているリップです。で、このね色味がねとても可愛いんですよ。こんな感じでちょっとブラウンがかったような赤リップになっていて、もうこれぞまさに求めてた色っていう感じのリップを発見しました。仕上がりはすごくマットなんですけど、マットのリップって結構なんて言うんだろう、下に普通のリップクリームとかを塗ってあげないとなんかすごく突っかかっちゃって塗りにくいとかいうのあると思うんですけど、これはすごくね塗りやすいんですよ。本当にリップクリームなしでもスラスラ塗れるのでとても気に入っています。あと色持ちも結構いいので、これはねすごくおすすめです。はい、でラスト10個目がメイベリンカラーセンセーショナルリップスティックモードバーガンディです。はい、これもね夏ぐらいに多分ゲットしたかなと思うんですけど、これも色味がすごく好きなんですけど、こんな感じで結構ダークなカラーになっています。こういう暗めのカラーって今までそのデパコスとか例えばマックとかそういうのでしか売ってなかったような印象なんですよ。私はドラッグストアのコスメとか着て、その使いやすい色味がすごく多かったと思うんですけど、これをね発見した時に、この色可愛いと思ってつけてみてもすごく可愛かったし、プチプラでこれだけの発色をしてくれてこの色味があるっていうのがとても私は衝撃を受けた記憶があります。これ1200円ぐらいで買えるんですけど、すごく可愛い色味で、プチプラで深い赤の色味を探してるっていう方は本当にこのリップ使ってみてほしいです。私もこのオンマイにしてからちょっと濃いめのリップをつけることが増えたんですけど、このリップをつけることが多いです。はい、というわけでこんな感じで私のベストコスメは以上になります。今回ちょっと初めてベストコスメというのをやらせていただいたんですけど、ね、本当に選ぶのが大変だなと思いました。結構お気に入りのコスメがすごく多いので、これでもねめちゃくちゃ絞った方です。その他にもね何個か候補はあったんですけど、またそれはまた機会があれば別の形で紹介できればなと思います。プチプラなコスメがとても多いので、ぜひぜひ皆さんも参考にしていただければなと思います。また皆さんのねベストコスメっていうのもコメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。というわけで私の2017年マイベストコスメをご紹介しました。少しでも参考になったなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録お待ちしております。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらまた次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。